恥を忍んで落ち延びた。ここで撃たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる。忠義による清廉な世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。山の霊水、これで三成殿も。13の時から仕えた秀吉様、私は天下人へと変わりゆく太后様についていくだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。なぜ殺さぬ。久しいの、三成殿。
明智光秀殿、何故。そなたの忠義誠にあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリーめが、私が死した信長様を改まとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安心殿、家康殿が大義、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。